パルプマガジン、パルプマガジンは、低質な紙を使用した、安価な大衆向け雑誌の総称。タイムなど、光沢紙を使った、スリック、すべすべな雑誌の対象をなす。パルプ誌、パルプフィクションなどとも言う、パルプマガジンという名称の雑誌があるわけではない。二十世紀初頭から1 9五十年代にかけて、主にアメリカが市国で広く出版された、 主にフィクションを扱った安っぽい雑誌の総称である。パルプ雑誌に掲載された作品は、パルプフィクションと呼ばれ、一般的に低俗な話、くだらない話、三文小説、大衆小説のようなニュアンスがある。三文フィクションの内容が多かった。1950年代以降はペーパーバッグを指して、パルプフィクションという言葉が使われることがあるほか、クエンティンタランティーノの映画、 パルプフィッションのタイトルはこの言葉から取られている。パルプマガジンはや、ダイムノベル、他の19世紀の短編フィクションを集めた三文、雑誌などの系統に属する存在である。パルプという名前は、その手の雑誌をするのに使われた紙が、際立って粗悪で安っぽく、ザラザラと、特徴的だったためについたものである。一方、 上質紙で刷られた雑誌や一般向けの内容の雑誌は、俗に、光沢紙雑誌とか、すべすべなやつなどと呼ばれた。標準的なパルプマガジンのサイズは、おおむね横7インチたって10インチ、厚さ半インチで128ページ程度である。これは大体、B ご飯ノート2冊分に等しい。人気のあるタイトルの大部分が月刊誌で、隔月刊も多く、期刊誌もいくつか見られた。 紙質の良い競合紙が25セント程度で売られていた。当時、パルプマガジンは10セント、1ダイムで販売されていた。ダイムノベルとついたゆえんである。どぎつく下品な物語と人目を引く、表紙へのイメージも強いが、今では尊敬を受けている多くの作家が、パルプマガジンに作品を掲載していた。パルプマガジンは、人気作家への登竜門でもあった。 現代のスーパーヒーローコミックはヒーローを扱ったパルプマガジンの系譜にあると考えられることがある。パルプマガジンが実際にシャドウやドッグサベジ、ファントムディテクティブなどといったスーパーヒーローの差し入りの物語を頻繁に売り物にしていたためである。しかしパルプマガジンはコミックよりもずっと大人の読者もターゲッにしていた。イギリスではこの手の雑誌はと呼ばれ、 広く行き渡っていた。セクストン・ブレイクやネルソン・ディといったストーリーペーパーのキャラクターはアメリカのパルプマガジンのキャラクターに似通った側面がある。しかし当時はまだ世界的なメディア市場がなかったので同じ言語で書かれていたにもかかわらずアメリカとイギリスのそれぞれのキャラクターがお互いの国認知されることはなかった。史上最初のパルプマガジンは 1894年にフランク・エーマン税が紙面刷新したアーゴシー氏だと考えられる。安い紙質と不揃いな祭壇、一冊あたり192ページ約13万5千語で、紙面は文字のみで構成されており、表紙にさえイラストがなかった。当時、蒸気動力の印刷機の普及がダイムノベルの流行をもたらしていたが、 さらに安い紙と安い作家の組み合わせで廉価に娯楽雑誌を仕上げ大量にさばいたのは万勢が初めてだった。アーゴシーは月版2000から3000部程度の雑誌だったが、紙面刷新後の6年間で50万部以上を売り上げる大雑誌に成長した。ストリートスミス社は大ムノベルと少年向け週刊誌の出版社だったが、 アーゴシー氏の成功を見て1903年にポピュラーマガジンを創刊した。ポピュラーマガジンはアーゴシーより2ページ分長く、世界一大きな雑誌が売り文句だった。実質的な文章量こそアーゴシーより少なかったが、紙面構成の違いに特筆すべきものがあった。パルプマガジンとして初めて表紙にカラーのイラストを使い始めたのである。雑誌が 軌道に乗り始めた1905年には、ヘンリー・ライダー・ハガードの人気作である、C シリーズの続編、愛しを連載する権利を得た。揺るぎない作家陣を擁した、ポピュラーマガジンは1907年に一冊あたり30ページ紙面を増やして15セントに値上げし、かつ、発行部数ではアーゴシーに迫った。同志の成功は、パルプマガジンの市場がまだ莫大な潜在的、購買層を抱えている。 可能性を示し、他社の参入を促した。パルプマガジンの販売戦略として、雑誌をジャンル別に専門化させたのもストリートスミス社が始めた革新的な点である。1920年代から1930年代のパルプマガジン全世紀に最も売れたパルプマガジンは100万部を裁いた。この時期よく知られたタイトルには、以下のようなものがある。 第二次世界大戦中の紙不足がパルプマガジン業界に衝撃を与え出版コストの上昇に伴って業界の低迷が始まった1941年のエラリー・クイーンズ・ミステリーマガジンをイサムヤとして多くのパルプマガジンが従来より小さく薄いダイジェストサイズに移行し始めたストリートスミス社は普通の雑誌市場に主力を移行するために 自社のほとんどのパルプマガジンを配管にた。パルプマガジンの携帯の低迷は、費用と価格の問題だけではなく、漫画雑誌やテレビ、ペーパーバック小説などとの激しい競争にさらされた結果でもあった。戦後豊かさを増したアメリカでは、紙質の良い雑誌とパルプマガジンの価格差は、もはや、大して重要な問題ではなかったのである。パルプマガジンの時代は、 1957年に、かつての主要な業者だった、アメリカニュースカンパニーが破産したことをもって、終わったとされる。ブラックマスク、シャドウ、ドックサベジ、ビアードテールズといった多くの全世代の人気パルプ、マガジンもすでになくなっていた。ごくわずかに SF やミステリーのパルプマガジン、アスタウンディングや、エラリー・クイーンズ・ミステリー・マガジンなどで、 ダイジェストサイズの形態でその後も刊行され続けたものもある。2005年に2300号を超えたドイツの週刊の SF パルプマガジンペリーローダンのように長い連載物ではパルプマガジンの形態がそのまま使われ続けている例もある。その誕生から長楽までの数十年間に出版されたパルプマガジンのタイトルは膨大な数に上る。 ポピュラーパブリケーションズ社のハリー・スティーガーは多くのタイトルが短命に終わったとはいえ彼の会社が300以上のタイトルを出版し再生時には月に42タイトルにも及んだと証言したパルプマガジンはかように短編小説の市場を過剰していたのでパルプマガジン産業の凋楽は小説出版のあり方にも影響を与えた普通の雑誌や小説の需要の減少も 相まって、作家志望の人々が、自分の作品を出版するには、長編小説や、それに匹敵するボリュームの短編アンソロジーを書かねば、ならなくなったのである。パルプマガジンの表紙は、本文部分より高品質な、すべすべの紙に印刷された。パルプマガジンに象徴的なモチーフとして、ヒーローの助けを待つ、危機に陥ったファンらの女性が有名である。表紙へは、 パルプマガジンの売り上げに大きな役割を果たし、何人かの表紙絵の画家は、本文の著者と同じくらいの名声を得た。著名な表紙絵の画家には、フランク・アール・パウル、バージル・フィンレー、エド・カーティア、マーガレット・ブランデージ、ノーマン・ソーン・ダースらがいる。表紙絵は、商業上の重要性から真っ先にデザインが決まることも多く、本文の著者にはそれを見せて絵にあった物語を書かせた。 後期のパルプマガジンでは物語の彩りとして本文中に挿絵が挿入され始めた。これらの挿絵は本文が刷られているのと同じくクリーム色の紙に黒インクで刷られた。安い紙にインクが滲むのを避けるには特別な技術を使う必要があり、きめ細かい線や書き込みは通常なされなかった。陰影は掛け毛や点描で表現され、 それも決めの荒いものでなければならなかった。挿絵は通常詞の背景に黒い線で描かれるが、バージル・フィンレイらは黒い背景に白い線を施した作品もいくつか残している。よくある誤解は、パルプ・フィクションというと1930年代、1940年代を舞台にしたインディアナ・ジョーンズのごとき、冒険活劇しかないと思われていることである。確かにその手の小説は、 パルプフィクションの恒例ではあるが、パルプマガジンが扱った作品のジャンルはそれだけに、限らず、ほとんどのジャンルのフィクションを網羅していた。剣と魔法、ファンタジー、ミステリー、探偵物、SF、スペースオペラ、冒険小説、西部劇、戦争小説、スポーツ、旅物、ギャング物、ホラー小説、怪奇小説、恋愛物から、ハードボイルドまで。 西部開拓時代ものも伝統的なパルプマガジンの主要なジャンルの一つだった。多くの古典 SF や推理小説がビアードテ t ルズ、アメージングストーリーズ、ブラックマスクといったパルプマガジンから生まれ育った。大多数のパルプマガジンは複数の作者やキャラクター、舞台を使ったアンソロジーだったが人気を博したパルプマガジンではただ一人のキャラクターをメインに押し出したものも見られた。 そのキャラクターが大抵ドックサベジやシャドウのような人並外れた英雄タイプだったため、それらはヒーローパルプと呼ばれた。またパルプマガジンのキャラクターとは意味合いが違うが、カート・ボネガットの小説にしばしば登場するキルゴア・トラウトは架空のパループ作家である。パルプマガジンが抑えたコストは紙質だけではなく作家への考慮も同様だった。 多くの有名な作家が大成する前にパルプマガジンで仕事をし、同様にすでに名の売れた作家も落ち目になって銭を稼ぎたい時にパルプマガジンに書いた。初期のパルプマガジンでは、わずかばかりの原稿料でも自分の原稿が活字にすられることに満足してしまうようなアマチュアに書かせることさえしていた。生計のほとんどをパルプマガジンの仕事でまかなう。 パルプ作家は速記者やタイピストを使って、口述筆記をさせることもあった。アプトン・シンクレアは、パルプ作家時代に休みなしに1日あたり800語の原稿を2人の速記者を雇って仕上げていたという。一方出版社は、同じ号に同じ作家の物語を複数掲載し、しかも内容に変化をつけて見せるために作家に、複数のペンネームを使い分けさせた。 パルプマガジンで仕事をする作家にとってのメリットの一つは考慮が原稿との授樹と同時に支払われたことである。作家は実際の出版の1ヶ月前から1年前に原稿を書くことがあるので考慮支払い時期の違いは大きかった。アメリカ初のノーベル文学小作家であるシンクレア・ルイスはアドベンチャー誌の編集者を務めいくつかの囲み記事なども書いた。2000年以後、 少数の小さな独立系出版社が、ブラッドサンダーや、ハイ・アドベンチャーといった伝統的な20世紀初頭のパルプマガジンに習った雑誌を発行し、カノアーゴシー氏も短期間ではあるが復刊された。これらは専門出版社によって限定的にすられ、往年のように脆い賛成誌にすられたり、大量出版されたりすることはなかった。2004年にロストコンティントライブラリーは、 現代の成熟した読者像を対象にパルプフィクションに特徴的である暴力、恐怖、セックスを売り物にした EA ゲストによるシークレット・オブ・ザ・アマゾン・クイーンを出版した EA ゲストは現実の探検家であるデビッド・ハッチャー・チルドレスにパルプ時代のタルボット・マンディと現代のスティーブン・キングの融合と称えられた2002年にマイケル・シェーボンの編集による マックス・ウィニーの機関誌10号は、マックス・ウィニーのスリリングな話の巨大な宝箱と、題され、スティーブン・キングや、ニック・ホーンビー、エイミー・ベンダー、デーブ・エガースら、近年の作家の手による、パルプ・フィクションを特集し、シエー・ボンは、その企画の狙いを序文で次のように説明している。私たちは、パルプ・フィクションを読む楽しみが、いかに大きいか忘れていたと思う。 私は少なくとも本誌が我々にそのことを思い出させてくれるに至るものだと信じたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。